さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダルです。ドラゴンクエスト10オフラインやりましょうか。さあ今日は何するって話なんだけど、クエストやろうと思います。これだね、やりたいのが人形たちのラグナロクってやつで、これね、昔アズランの町でなんかすっげー強い黄色いプテラノドンみたいな敵倒したと思うんだけど、そこのクエストの続きですね。なんだっけ、フーラちゃんのね、部屋のぬいぐるみたちが動き出したってことなので、ちょっとね、これ行ってみたいと思います。まあ、ドラクエ10オフラインはね、マジでクエストの量が、やっぱほんまオンラインゲームと同じくらい膨大な量があるので、ちょ全部こなすことは無理なんですけど、よし、じゃあちょっとね、受けてみましょうか。まあ、できるものだけ、ガイデンクエストは攻略目指していきたいと思います。さあ、これがガイデンクエスト。来てくれた方いたら、君のことを待っていた人形です。リンジン戦士たちを呼べ、これより軍議を行う。直ちに作戦開始に努めるのだ。人形たち、ぬいぐるみたち。人が来ると体が動かなくなるらしい。普通のぬいぐるみなんだけど、なんか俺の前では動けるらしい。だいたら、まずは朗報だ。バラの戦士たちの働きのり、三賢人の一人の居場所が明らかになった。三賢人は来たるべき最終戦争の際、我ら、バラの戦士と共に立つと言われたエッジの結晶でございます。彼らは それぞれ、力、愛、光、つかざる賢人。居場所が判明したのは、力の賢人、トールでございます。だって、トールがいるんだ。この世の楽園と呼ばれる娯楽の島にいる。落下なんかな。一つ問題なのは、その娯楽の島が途方もなく遠方の地だということでして、誰が娯楽の島に行くべきかっていう、トールの捜索にあたる人員はもう決めてる。僕とダイダラが行こう。マジ？シグルド様、お考え直しを。あなたは我らバグラハロー選手を率いるお方。おみに面白いことがあれば。リジンよ、まだ言うか。僕は皆を導く指導者として巨人族の世界を深く知っておく必要がある。お前はそれを止めようというのが。巨人族っていうのが俺ら人間な。でかいからぬいぐるみにとっちゃメスもございませんよって。オッケー、では行こう。君の役目は先ほど話した通りだ。君には僕と共に娯楽の島に行ってもらいたい。地下の剣神トールの捜索に当たろう。地下の剣神というわけでクエストを受けましょうか。心強い変人たち、巨人族である君と一緒なら力の剣神トールも必ず見つけ出すことができる。というわけでクエスト行ってみましょう。ガウ、賢人トールを探し出せ。で、サバンナがいらっしゃい。ダイダラはシグルドを手に入れた。ぬいぐるみ手に入れたってどういうことやねん、ほんま。よし、じゃあ落下ラン行って、今から探しに行きましょうか。お、なんだ？ムム、あれは？落下ラン着いた。なんか急にイベントが、右の方で歩いていた人がいる。違う。なんとこんなでこんな早く見つかるとは。あのご婦人を追ってくれ。で、離れても感じる力の波動、あのオレンジ色のものこそトールだ。手になんかぬいぐるみ持ってるぞ。あれかな、多分。どこ行っちゃったよ。このガイデンクエストって基本クリア後にやるんだけど、昔アズランのステージを攻略した時、レベル20とか10とかそこらだと思うんだけど、その時です。もう、あのクエスト出てたんだよね。で、ニーベルの指輪を騒がせみたいなクエストだと思うんだけど、それ、俺クリア前でよう倒したよな、ほんま。なんだよ、おばちゃんによかい？人形が欲しいって？この人形が力の剣士。やあ、見えたこと言うね。この人形私にとってちょっとしたもんだからな。いい目してる。10年前だったらマヨナス傭兵団に使ってました。この人形は譲ってやる。ただじゃないよ。で、鋼の剣を用意してくれ。鋼の剣？これ持ってるかな？ねえ。鋼の剣持ってない。売ってない、どっかに。さて、ダイダラ君レベルアップ46に上がったなのはいいんだけど、鋼の剣とか作れるかな。鋼、ね、え、ないけど、どうしよう。なんかちょっと調べたところによると、なんか普通にね、このアズランでは売ってるらしい。アズランでは。え、こんな売ってたっけ昔。あれ、売ってる、本当に。鋼の剣。買っとこう。安っ。ねえ、イカズチの杖とか、結構いいもん売ってんだけど。あ、鋼の武器図鑑。ああ、これが鋼の剣のレシピと覚えた。なんだよ、これ持ってたらよかったんだのに。上級武器作成。もう弱いよ、こんなの。ねえ。さあ、おばちゃんに渡そうぜ。あんたやるじゃねえか、鋼の剣手に入れたんだね。譲ってくれるかい。はい、あげる。よし。確かに受け取ったよ。こいつを見てると10年前を思い出すよ。戦争してかけていた遠い昔よな。傭兵団のリーダーだったんだ。でも、ある戦いで傭兵団を全滅して恋人まで死なしてしまったんだ。その人形は恋人にもらったものなんだよ。いつまでも死んだ恋人の片身を持ってる女なんて、私は真っ平だ。元気だ。結構大事なもんやないか。ほんま重たいもんやけど。力の原神、トールを手に入れた。巨人族は仲間の死を悲しむのか。その気持ち僕にはわからないな。戦いに知った戦士の魂は神の身の元へ導かれる。仲間として喜ぶべきことではないか。まあいい、ついでに力の剣神トールを見つけることができたから、トールは眠っているんだ。バルハの館へ戻ってくれ。わかった。
なんだそれ。さて部屋に戻りましょう。これでぬいぐるみたちが動き出すのか、トール動くかな。待たせたな、僕が帰った。出たトール。おお、この方が力の剣人トール様。なんと神々しきお姿。英知の継承よ、我が声に応えたまえ。天命をのもとにその英知を捧げよ。剣人トール、その瞳に光よ。復活すんの。むぐむぐ、起きた。怖い。トール、あなたにようやく湧いてきたよ。うん、トール、膝肩ぶりに名を呼ばれたわい。随分長く眠っておいた。力を借りたい。天命の戦乙女が連れ去られたために世界の均衡が崩れる。なんじゃと夢なんそれ。こうした俺、我が戦術で残りの三剣士の場所を明らかにせねば。わしに任せてくれ。君のおかげでなんかなんとかだったよ。これは礼だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、バルハラの館ってこれフーラちゃんの部屋やぞ。ほんま、こんな風に各町にはこんな風に外伝クエストのがあるんだよね。だからこの町での特別なクエストだね。てめえの戦乙女の話をしたことがなかった。そう、何それ。あの、僕はあの方に出会った日を忘れはしない。あの日敵の野獣に倒れた僕の前に昇るはずのない太陽が現れたんだ。勇敢なる戦士シグルドよ、目を覚ましなさい。女神様ちゃん、戦いに来たあなたの魂は尊きものと、これからはバラの戦士として新たな人生を歩むのです。だって僕は天命の戦のために伝えるバラの戦士に生まれ変わったんだって。ねえ、僕の命は天命の戦乙女のものだ。決してあの方を失うわけにはいかないんだ。その、あの光ってた人かな、何なんだろうね、よくわかんねえや。はい、まあ、とりあえず次のクエスト行きましょうか。これ連続クエストなので次ですね。力の剣人トールが新しい剣人を探してくれるはず。三剣人って言ったからあと二人いる。いやいや、巨人族の戦士ダイダラ様、良い時に参られました。トール様の剣術の結果が出ようとしてるんですよ。ささ、こちらへ。うん、フーラちゃんの部屋に入り浸る俺。大地の精霊たちが呼びかけ答えてくれた。この輝きが三剣人の居場所を教えてくれる。うむ、この世界のどこかに巨人族が襲める桃色の城があるらしい。とても雄大で美しい城じゃ。だって、はい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 、その城下に身寄りなき子が集う家、英知の星が2つ見える。そこの2人の剣人はそこで眠っておる。なるほど、2人の剣人は同じ場所にいるのか。もう一気にまとまってる。身寄りなき子が集う家、あれかな、孤児院的なやつ。思い当たる場所があるんじゃないか。僕も堂々するからな。孤児院どこにあったっけねえ。桃色の城、桃城、桃城どこ。桃城ってベリナードは白か、アズランは違うよな。桃じゃないもんな。メギストリスかな。ふーんって感じじゃねえけど、とりあえず行ってみるか。さあ、クエストの一覧を見たらね、メギストリスの都であってたっぽい。うん、ここにある教会、それがね、孤児院の兼ねてるらしいので、ちょっとそこまで行ってみたいと思います。ここですね。さあ、ここにいるらしい。こんにちは。二賢人がいる。え？こんにちは。なるほどな。プーポッパッポン王がオルフェアのケーキ屋の看板娘に恋をしたのよっていう。ね、すごい。アルウェ王妃ちゃん様。この子たちやろ、絶対。え、お人形欲しいの？ダメ。この子はププリのお友達。たった一人のお友達だからダメなの。ダンスパーティーになっても行かないもん。誘う踊りの仕草見せてくれたら嬉しくないんだからね。誘う踊り選べるけど嬉しくないんだから。だって誘う踊りあるやん俺。よひょおいでー。はい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 。どうや、これでええやろ。満足したか。へいへい、イエイ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 、ほら来いよ。これでいいかな。あー、それが誘う踊り。僕なら踊れそうかもって言って。違うよ、ダンスパーティー行きたんじゃない。友達は お人形だけなの。ただ踊ったらどんな気持ちになるか知りたかったんだよ。一緒に踊ろうぜ、じゃあ。うん楽しいぞ、踊るのも。知らんけど体力がいるからな、ダンスには。マラソンから始めよう。こっちの子は、私もプープリも拾われた子。二人ともプーポッパン王の聖太隊の夜に教会の前に捨てられた。だからロープ、シバ、アタヤ、シラのことを姉妹扱い。恐ろっぽい名前好きだって勘弁なんだよね。プープリよくわかんないんだよ。この人形が友達なんだよ。え、人形欲しいの？あげるわけない。それどころじゃないの。ダンスパーティー開くとか言って、言い出してさ、踊れないからピンチ到来なの。シグさんのベリーダンス見せてくれないかしら。ドアチャッタ大陸のね、ウルベア地下遺跡の跳ね回るあの踊る大先生の得意技、踊る宝石かな。大先生はベリーダンスを教えてくれるのよ。だって
うん。次これかな。じゃあちょっと行ってくるか。さて、踊る宝石見つけたっていうことで、こいつらを多分倒しまくれば、ベリーダンスっていう技を覚えることができるんだと思うんだよね。踊る宝石。昔戦った時普通に弱かったんで、多分雑魚でしょう。えい。もうパンチだけ倒せぞ。意外と硬いな、こいつ。意外と硬いな。パンチだけでは倒せんか。よし。経験値安っ。はい。さあ、これで倒しまくりましょうか。一回で。来た！踊りの極意を落としていった。一回で落ちたやんけ。で、踊りとはすなわち愛。見る者に情熱を伝え、心をつなぎ合う。愛の克服である。告白である。だって、ベルダンス覚えちゃった。やべ、今から俺告白します。やばー。あのちっちゃい子にベリーダンス踊るんか。はずいな。なんやこれ。さてさてさて、ベリーダンス見たいのか。見せてやるよ。ね。さて、ベリーダンス。これだ。あれどこだベリーダンスは。俺覚えてる。あるぜ。ベリベリダンス。情熱のダンス来た。これが愛の告白。俺の気持ち、受け取ってくれ。小さき子よ。どうや。何やこのダンス。情熱のダンス来た。ぐるるりんちょ。誘う踊りとベリーダンス。うわーお、それが噂のベリーダンス。あなたって、ま、私の神様踊れそうよ。ダンスパーティーもバッチリね。あとはププリさえ。なんでもない、そのことなんかどうでもいいよ。いや、二人とももう踊れるよ。見たでしょ、ダンス誘う踊りも、ベリベリベリーダンスも。そのダンスがあれば大丈夫だ。あ、やっぱりダンスパーティーの時間ちゃんじゃねえ、旅人さーん。よー、人形を、人形くれ。そっか、もうそんな時間か。ちょっとぐらいなら覗いたっていいよねっていう。ちょっと、人形。その日、ネギストリスの都の教会前広場では、飛び切りのダンスパーティーが開かれた。大人も子供も楽しい音楽に合わせて時を忘れ、踊り続けて、やがて夜は更けていった。なけやけど、人形、友達できたか？お前ら。どうや？帰ってきた。ただいまダビートさん、踊ってきちゃった。楽しかったー。だって。あ、だったらうじにすんのやめようよ。あのね。あたし、ほんとはもっと、ずっと、プープリと仲良くなりたかった。今日一緒に踊れて楽しかったよ。今日から友達だね。うん！お兄ちゃん、この人形あげる。ほんとの友達できたからもういらないって。じゃあ、プープリと仲良くなってきたから、この人形いらない。あげる。さあ、愛の剣士、フレイヤ。そして光の剣士バルドル。ね、手に入れたよってことで。ダブルゲットです。よーし。よし、両方見つけたな。大体だよ。彼らに目覚めの術をかけなくては、急ぎバルハラへ戻ろう。よし。さあ、これで、すべての三剣人が揃いました。これで、光の戦乙女とかなんかに関するイベントが進むんでしょうか。全くわかりません。さあ、これで進んだかな。よし。レジン、皆を集めよう。あ、おかえりなさいませ。シールド様、大体様。三剣人が来たか、承知、遊びましょう。よし。フーラちゃん、どんな気持ちなんやろ。三賢人よ、その瞳に光を。あ、みんな同じ姿や、三賢人。同じようなぬいぐるみしとるな。愛の賢人フレイヤ、光の賢人バルドル、バルドルよ。我が名はシグルド。お前たちに会えたこと嬉しく思うぞ。聞いてくれ。ねえ、同胞たちよ、今挑戦者オーディンによって世界の均衡は失われつつある。そなたらも戦士シグルドと共に力を預け、共に戦ってくれんか。愚問ですわ。答えは決まってますわ。シグルドに命預けます。色もない世界の均衡のために。どうすんの、トマト。礼を言う。そなたら三賢人はいずこへ連れ去られた天命の戦乙女の居場所を突き止めてもらいたい。天命の戦乙女ってさ、なんかあのブスゴンちゃんにさ連れ去られたさ、ブスゴンちゃんに連れ去られたあいつじゃない、あの子じゃないのかな。わかんねえ。もはや一刻の猶予も許されん。急げ。承知した。三賢人揃った今なら戦乙女を見つけ出せましょう。で、またこれでしばらく経ったら来てくれってやつ。大体な、君には感謝している。全部君のおかげだ。ねえ、戦い役に立ててくれって。ありがとうございます。3000円もらった。安い。安い。いや、この人形クエストの難易度おかしいよな、やっぱ。1個目クソムズ。2個目、3個目、バカ簡単やで。ねえ、あのね、ナブナブ大サーカス団のこの人形セットは実は2種類あった。コンプリセットじゃ他に手に入れないオレンジの人形が3つに入ったセットでね、すぐに売り切れた激レア品だったんだよ。で、私はオレンジの人形が入ってない激レア品で我慢、ノーマル品で我慢したんだけどね、揃っちゃったね。
ナムダム大サーカス団限定人形セットゲットだぜ。はい、じゃあ次です。まだ続くよこのイベント。こんなんじゃ終わらん。来たぞ。来たが大体だ。いつもだからいい時に現れる。連続で来たからな。軍議を始める。じゃあどうなの、見つかった戦乙女さんは。ねえ、戦乙女の場所が分かった。この時は来たか。どうされた通るよ。てめえの戦乙女は我らの力の遠く及ばずにおられる。神々の密約によって、天命の戦乙女は、滅びの丸上で引き渡され、今は地底世界のニブルヘイムの底にいるんだ。嘘だろ？ねえ。静まれい！いい知らせだ、トール。生きておられることが明らかになったそれ以上の朗報はあるまい。行くぞ！ねえ、バラード選手は、地底世界ニブルヘイムへ向け、出陣する！なんという。どうした？急に、ね、神話の世界入ったけど、このゲーム。本気だね。三賢人が滅びの魔竜をニブルフヘイムの外に引き付けよう。その隙にお救いするのじゃ。取る。どうしたらいいやこれは。さあ行きましょう。シュンシュンシュン行っちゃったよ。オンに生きる。どこだニブルヘイムって。ニブルヘイムとはこの世の果て、闇に生きる者どもとの世界だ。キリカ草原の北、巨人族がモリナー大神と呼ぶ地の東部にいる、ある。ほう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 、わかった。戦ってくれるかって。よし、クエスト行きましょうか。キリカ草原のとこから行けますよって。どこそれ、ほんと。全然どこかわからへんけど。まあ、行ってみましょうか。はい。さあ、バラの戦士たちが、俺の仲間になったよってことで。よし。キリカ草原の北だ。行ってきます。さて、キリカ草原ってところはね、もう遥か昔に来たことあるんだけど、ツスクル平野と、あの、アズラン地方の境目のとこだね。そこの遥か北に行ったところ、ここに森なら大森林があるみたいです。さあ行ってみましょう。ここですね。で、ここの東側だっけ、次。東側に、なんか、ニブルヘイムへ入るところがあるのかな？どこ？あー、こっちに飛べますよって。飛んで一回ルーラストーンだけ登録しとこうかな。じゃあこれなんだこれ。お、なんか知らんとこついた。森なら大森林登録できました。ラッキー。エルドナレンジャー協会です。レンジャー協会あるんだここに。そうか、レンジャー。俺一応登録だけしたけど、レンジャーってチームねえ、レベル1も上げてねえよこのゲームね。まずね、やっぱ1個のジョブをレベル上げた方がいいね。さて、さて。ここだね、もう、なんたら大森林の。どこだ、ここでいいのかな多分。井戸があるのか、ここに。あー、これか。これが、ニブルヘイムへ続く、道ってことなんかな。なんだ、ここ。本当にここでいいのか。ま、なんか、印的にはそこで良さそうだったけどね。まあ、行けるところまで、まあ、ゆっくり進んでみましょうか。よさげ。ついにたどり着いたか。ここ地底世界ニブルヘイム。なんと、まがまがしい正気に満ちた地だ。ただの井戸の底ちゃうか。我らが主、天命の戦乙女はこんなとこに。よく聞け。この恐ろしい正気の中、我らは進軍する。かつてなき、苦しき戦いになる。恐れるべきは死ではない。己の弱さだ。戦いにしてこそ、バルハナの戦士。勇敢な我らの魂は必ずや神の御言うと導かれる。さあ行くぞ、僕に続けー。いや、俺が手伝ったるで。みんな、そんな、いかんでも。運んだるで。いいんか？よさげや。さ、敵は、まあ、そんなに強くないのかなと思ったけど、襲いかかってくんな、俺に。ちょっと強いかもしれん、こいつら。ちょ、一旦スルーして、奥まで進んでみようと思います。黒宝箱だから、適正レベルいくつぐらいだろう？ここ、50ぐらいかな。まあ、とりあえずね、アイテム拾いながら行きましょうか。結局のところね、やっぱこのゲームね、最終的にはアイテムガンガン拾って、装備どんどん強化してみたいな感じにしないと、多分大変な思いをするので、その辺の拾っていくっていうのはちゃんとやっていこうと思います。あれ、グールだよな、多分。グールいるってことは結構強いぞ、敵。アモールの水。なんたら銃がいる。こう。よいしょ。さあ、とりあえず一旦到達ですね、一番奥へ。はい。さあ行きましょうか、奥へ。どうした？はぁ、はぁ、シグル様、申し訳ございません。理事はここまでだ。おいおい、何も来ただけやぞ、ここまで。このニブルヘイムの将棋に耐えることはできません。もはやこの目も見えないのです。なんだと？私は見とございました、シグル様の勝利を。平和なるよう築き上げられる姿を。弱音の吐くだ。
必ず見せてやる。我らの勝利を平穏なるよう。だいたら君は開けられるか？鍵がかかってる。なんてこった。鍵が散れー。この辺りにいる魔物が門の鍵を持ってるはずだ。手に入れろ。待てろ。すぐ門を開けてる。魔物を倒してこいか。ここで。これだそうだ。適当に倒せばいいのかな。倒すモンスター決まってんのかな。わかんねえ。よし、クリアイ。倒すか。これ結構強なかったっけ、ここの辺の敵。この辺の敵か、こいつら。どっかで見たことあるよね。どこだろう、暗黒大使のふもとあたりだって。ねえ。えい、ほら、一発やっつけらんねえし。ねえ。ざれー、ほら、全然硬いけど。全然硬いけど。わら、ゴッドジャグリングしとこう。ジャグジャグ。ナイスジャグ。ねえ、どうするとりあえず。ホーリーライトしとくか、ホーリーライト。ホーリーライト。よし。いや、でも攻撃力が低いね。よいしょ。ドゥーン。なんか適当に殴っていいよ、みんな。よし。というわけで処理。結構経験値くれるな、これ。何も落とさへんわ。ダイダラがレベルアップ。雑魚敵倒してレベルアップ。いいね。レベル上がる敵はいいぞ。とりあえずこの辺で、まだまだ倒し続けるか。レベルもっと上がれ。とりあえず目指せ50。お、ついにレベル50、ラグアス王子いったね。おめでとう、ラグアス王子。グランドライト必殺技だ。フーラちゃんもレベル50だった。これで必殺技かな、多分。フーラちゃん、なんか覚えた？で、怒涛のカムシカだって。カムシカを、怒涛の羊の、あれだね、親戚だね。あ、ついに鍵も落とした。怒涛の羊ってのはドラゴンクエスト7にある羊飼いみたいな、職業があったんだけど、その職業が使うね、マジ強い技です。序盤最強だったなぁ。セブンまたやりげぇなぁ。おぉ、よくやってくれた、大ちゃん。イズメ、門が開いたぞー。うわー、お前休んどけ。リシン立つんだ。見えますよ。ねえ、シグルド様。我が瞳にははっきり見えます、あなたと勝利が。何を言ってるんだ、おい。我が魂は魂の身元へ。リシーン、敵も来た。危ない！なんだよ！うわ、また一人！お前強いな！一撃かよ！ハーゲン！まさかお前が私を助けたのか？なぜだ、ハーゲン、私を嫌ってたお前が。私はあなたに嫉妬していた。あなたは私よりはるかに優れた。我らを滑るべき、尊きお方。尊い？何が尊い？仲間を助けることさえできない男の何が！その言葉もあなたらしい。あなたは若い。それゆえ戦いの中で多くの痛みを知るでしょう。しかし、痛みを知らぬ者は良き指導者になれない。どうか、天命の戦乙女を頼みます。私の魂は神の身元へ行く。喜ばしいことではありませんか。おい、行くなー。ハーゲン、お前には僕にはお前が必要だー。おい、巨人族は仲間の死を悲しむのかって言ってたのに。ねえ、お前も悲しんどるやないか。みんな一緒や。辛いもんやで。返事しろ、ハーゲン。みんないなくなっちゃった。美人ハーゲン、お前たちを失うこの痛み、しかと我が身に刻んだ。その死を決して無駄にはすまい。行くぞ。二人で行こう。二人とお礼で行く。何が待ってんの、奥に。なんか寝てる。ここが天命の戦乙女が幽閉されるニブルヘイムの底。なんかおるな。滅びの間にはいねえようですね。どうやら三賢人は魔竜を吹き出すことに成功したようで。おっきい草乙女。やっとあなたにお会いできた。やっぱ、ねえ、ま、キキちゃん、マリュウってやっぱプスゴンじゃねえの。ねえ、いや、プスゴンじゃねえか、これ。キキちゃん。え、大丈夫？これ泥棒して帰るって、やっぱこれプスゴンの家や。ほら、ほら、この家具見たことある。あら？まあいっか、気にせんでええかな。ん、さて家に着こうと思ったらなんかイベントや。どうした？お父様、旅の途中ですが、アズアン立ち寄りましたね。ご挨拶に参りましたよっていうパパ。おほん、日々の修練ご苦労と言いたいところだが、フーラよ。なに？ねえ、お前の留守中、お前の部屋でやたら物音がしてな。ネズミが出てる。マジかよ。まあ食べこぼしてもほっといただろう。だらしないのはならわならんな。何よそれ。ねえ、旅に出ている娘が久しぶりに帰ってきたのに、いきなりお説教？まあ、そうではない、フーラよ、わしはただん。私、旅残しなんかしてないもん。もういいよ、お父様のバカ。
まあ、食べ横の牛じゃないんやけどな、ほんと。だいだら様、私気分最悪も行こう。そんな食べこぼし触れちゃなんか食べたんかご飯。いやでも多分あの人形たちが動いてただけでしょ。でも部屋入らなあかんね。ちょっと行きましょう。パパさんはそこにおるけど、パパさん元気ですか。ねえフーラ、相変わらずお前の部屋が騒がしい、見てきてくれ。部屋が騒がしい言われても、見に行ってやるか。大丈夫。バラの館に着いたな。すぐに天命の戦乙女、目覚めの術をかけなくては。ケキちゃん、戦乙女よ、その瞳に光を復活するかな。なぜだ、なぜお目覚めにならない。ねえ、目覚めの術は効果があった。ニブルヘイブの正気に長時間当てられたために、目覚めるために時間がかかる。そうか、滅びの魔竜を外に追い出した三賢者も戻っていない。静かになってしまった。さっき騒がしい言ってたけどな。理事に派遣、あいつらの腐れ縁も10年でしたか。まったくまったく、憎たらしくて最低で本当にいい奴だ。死を恐れるな、そう言ったが、その結果がこれだ。死を悼むのは巨人族だけだと思っていたが、僕は仲間を失うということがどういうことか知らなかっただけだ。みんな悲しいで、やっぱ失うのは。僕に指導者の資格はなかった。二人を失わすのは僕だ。ちげえっすよ、あいつらシグロド様の好きだから、ことが好きだから命を懸けて戦いにした。ロッティ、よかったよかった。だいだら君の役に立つと思ってニブルヘイムから持ち帰った戦利品だ。ありがとう。金塊いいもんやな、確かに。ニブルヘイムサーガ、よし、クリアだ。さて、これが4つ目かな、このラグナロク。1個目は昔クリアしてたんでね。だいだら気づいたか、旅の途中で我らは超天使オーディの声を聞いた。世界の終焉が、最終戦争が近づいている。まもなく世界は闇に包まれる。この先は時間との戦いだ。戦乙女の目覚めが先か、最終戦争が先か。で、というわけで、次が多分ラストかな。だいたい 5個でクエストが終わるんで、ファイナルクエスト行きましょうか。ファイナルクエスト。絶対プスゴンちゃんやろ、次。だいだらか、天命の戦乙女はまだお目覚めにならない。滅びの魔竜。ねえ、地底世界ニブルヘムの外へ呼び出した三賢人も消息を絶ったままだ。どうしよう。あ、帰ってきた、三賢人。シグルド様、おー、みんな、三賢人。よくぞ無事持ってきてくれた。遅くなったことをお許しください。我らの術は構造し、今も滅びの魔竜を地結界の地に留めている。どこ結界の地って。よくやってくれた。バラの選手もね、戦乙女のダッシュに成功した。でも目覚まさせへんけどな、ほんま。どうするべ。だが、しかし、おかしい。ねえ、時間がかかるの、これは。正気のせいか。教えてくれ！なんでもいい。目覚めさせる手当てはないが。結局、こうするほか道はない。ねえ、救いたくば、この大陸、最東端、クオンの森の奥にある歪みへ。歪みの底に封じてある滅びの魔竜を撃てば、ニブルヘイムの消費は力を失い、天命の戦乙女は目覚める。魔竜を撃つ！来た、プスゴンや。絶対プスゴンやろ。ねえ、いや、いずれにしろ退く道はない。戦いに勝たなくては。三賢人も異論はない。ねえ、シグロ様と一緒なら明日どこでも行きますよっていう、鬼切るぜ。うん、大だらよ、君も共に戦ってくれるかということで、グリーンオーブくれるんだ。いいな、これ。やります。ありがとう、大だら。どういたしまして。みんな、この戦いに勝利し、世界の均衡が取り戻されたときは、これまでなき盛大な宴を、やろう。オッケー。さあ、大だらよ、行くぞ。みんな、いっぱい入ってきた。パンパンや、もう。ケキちゃんは入れへんの？ねえ。クオンの森を何頭だ、よろしく頼む。というわけでいきましょうか。神々の黄昏。さて、ここが今クオンの森ですね。一番最初のね、世界樹の丘だっけ、なんかところの別ルートですね。昔来たことあるね。あそこのルーラストーンからでぴゃっと来ました。さて、森の井戸、ここを登録できるんだ。井戸前ってことで、ここなんかあるアイテム、よし。さあ、ここへ行って、今からね、滅びの魔竜やっつけに行きたいと思います。ここに封印されているらしい。絶対プスゴンちゃんでしょ。あのケキちゃん、ケキちゃん置いてたあそこのさ、背景の家具見る限り、ほら、なんでだよマニー、マイスイートハニー、どこ行っちまったんだい。ここに忘れたかと思ったけど、あー、やっぱり貴様が滅びの魔竜か。よくも天命の戦乙女よ。なーん、
うん、キュートだ、うん、だが、お前の中に惑わされるものか。俺様には心に決めたマイスイートハニーがいいんだよ。なんでちょっとばっかり浮気して3人の可愛い子ちゃんを追っかけ回していたら、いたらあっつの間にかハニーが消えちまってな。そういうことやった。来た、せいさん、兄の可愛い子ちゃんじゃないか。一体どういうことだい。ハニーとは天命の戦乙女のことか。滅びの輪に言うよ。天命の戦乙女ならば我らの手に奪還させてもらった。あの方を救うためお前を撃つ。あれ、あのね、ちょっと違うんだよ、話聞いて。なんだってお前がハニーを。話が読んできたぜ。三人の可愛い子ちゃんたちも来るだったんだな。許せねえな。いざ勝負だ。勝てるわけねえだろお前ら。ほら、ふざけやがって。お前らチビの子が俺を相手に鍵で勝てると思ってんのか。強い、なんという力だ。大丈夫か。こいつは驚いた。お前はいつか俺のスイートホームを奪ったやつじゃねえか。そんなことはどうでもいい。俺はな、ハニーと暮らして初めて生きる喜びを知ったんだよ。人の恋情を邪魔するやつはギッタギタとめちゃくちゃにしてやる。どうしよう、フラちゃん困ってる。フラちゃん、説明したい、説明したい。戦うしかない、やるしかない。行きましょう。プスゴンちゃん、さて、初めての外伝クエストのボスですね。果たしてどれぐらいなのか。怒りのプスゴン、強いのか弱いのか。久しぶりやな、プスゴンちゃん。助けるぜハニー。さあ、ハニーを取り戻すために。あ、誰だね、怒んない、怒んない、いかない、怒んない。待て待て、怒りのプスゴンちゃんすぐ怒るのかもしれない、もしかしたら。ロストアタックあります、ロストアタック。さて、とりあえずガラクタハンターしとこうかな。ジャストも最強なんで。ガラクタのニューディアス、ショック受けろ。よし、ガクガクしてる。ガクガクしてたらもう勝ちだな、これは。とりあえずベストスライムしとこう。ベストスマイル2個。よし、ショックを受けている。よし、あとはもう殴りまくりましょうかね。えボコボコ、ボコボコにしましょう。ボコボコに、こんしん切り、せい、900、強っ。まゆちゃんも一緒にやっていこうぜ。さあ、正義爆撃、せい、400。大体の方が強い、大体最強。さてさてさて、どうしようかな。ルカニとか入れとこうか。はい、ルカニやるかに。シビルさん、必殺技、グランドライト。ねえ、これやりたいな、新しい技。ねえ、どうしようかな。精鋭部隊呼んどこうかな、とりあえず。よし、盾、最強盾。ナイス盾。ナイス盾すぎるな。さあ、コンシギリ。はい、ダイダレキ。ダイダレ強くない？ダイダレ強くない？プスゴンちゃん。まあ、今んところは、ぼちぼちって感じじゃない？ねえ。とりあえず、ゴッドジャグリング。ああ、ダメージ通るもんね、普通に。でも、見て、全然体力は減ってない。ちょっとそこだけちょっと怖いなっていう感じかな。で、セナリ乗りしておきましょう。とりあえず回復薬。いちご爆、出た、いちご爆だ。これ次のターン爆発すんねんな、ほんと。それめっちゃだるいんやけど。で、めっちゃだるいんやけど、どうしようかな、これ。防御とかした方がいい？え、怒ってるからロストアタックしとくか。つい怒りが静まる。ダーストン、ダーストンどうする。本気遊ぶするか。とりあえずニコニコです。バカしいぞ、怖い怖いから。バギムーチョしとこうかな。いや、スクルトとしとく。スクルト一回ちょっと防御力アップ。怖いからな。ナイス防御。精鋭部隊体力いくつあんだ、マジ硬いけど。660、痛い。じゃあスーパーアイテンションだけど、だけど消費テンション 0% だって。なんでそれ。闘魂一括、闘魂一括 0%、 本当にテンション消費 0% 打っていいのこれ。闘魂一括、あい、敵がショック受けます。じゃあな、ガガ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 ガ。テンション減ってない、すごね。これ誰、これダストンか。ダストンは遊びましょう。今のところ全然まあ問題ないね。さあ、仲間励まし、最強できた。マジこれ強いけど、痛い。いくぞ、天100。よし、ダストンは狙ってもいいけど、僕遊んどこかな。もう一応優しい気持ちで仲間を癒して、出た、最強技きた。最強技きた。仲間を癒す。あ、間違った、防御しちゃった、間違った。大だな、俺のプレミで怒ったぞ。まゆちゃん怒ったぞ。落とし、2000ダメージ、いいね。
これだるいな。じゃ一旦ゆっくりガラハンしとこか。大体死んだまま倒したくねえので、え、でもダメージで やすぎちゃうとかない？大丈夫かな。耐えろよ。ナイスショック。よし、さあとりあえずザオリングしときましょう。大体起きて、おはようございます。うわあ、と思って倒しましょう。ほらもうだ殴ったやねんだろ。ほら兵器置いた、ボンバー置いた。よし、兵器置いた、ボンバー置いた。せい、まだ生きてる。なんか同時グランドラ、グラウンドライで撃ちたいけど撃てない。グランドネビューだとかしとこうか。グラネビューやったことなかったかもしれない。これシューン立ち上がった。おはようございますね。えもう早く終わろ。せい、オッケー、処理。体力多いだけでした。いかにフスゴミをつけた。いや、5万経験値。いや、やばい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 、もう。おかしいおかしい、インフレしてるな。さあ、ダストンついにレベル50へ。おめでとうございます、ダストン。こうやってどんどん上げていこう。ガラクタボックス。まゆちゃんもレベルアップ50です。キレが増したみたい。みんな、キリが良くなってきたね。ねえ、連撃天部。それ、ヒューザーもレベル50。みんな50、すごいな。力がみなぎるぜ。みんな強かったな、お前。クリティカルアーツだって。かっけえ。なんだよ、どういうつもりなんだよ、俺はただ犯人のために。ダイダラ、俺の周りにとどめを刺せ。放っておけば、いずれこの者は、天命の戦乙女を奪い返してくる。おやめください。出た、戦乙女ちゃん来た。キキちゃん。マイスイーターニー、戦乙女、目を覚まれたので、覚まされたのですね。なぜあなたが、ホロイのマリーのかばいが手を。バラハラの戦士たちよ、この方は私たちの敵ではない。この方は、朝廷者 OD によって役目を奪われた、腕は、奪われ、捨てられた私を、優しく庇護させて、されて、してくださったのです。OD って、フラちゃんかな。地底世界の主よ、あなたへのご恩を忘れはしません。しかし、お許しください。私の戦士たちが迎えに来た今、私はバラハラの館へ帰らなくてならないんだ。私は世界の均衡を保つという役使命がある。なんてこったよ。行けよ。あんたのことは止めねえ。そんな大きな役目があることを知らず引き止めしまった。俺は思いだけで十分さ。あばよ。お前イケメンすぎる。プスゴンちゃん。暗い顔をなさらないでください。お目覚めになってどれほどあなたのことを心配したか。シグルと私だって。主としてあなたに命じる。もう二度と私のそばを離れないで。ありがたき幸せ。お前らイチャつくんか。シェイ、さあ時間がない。で、バラハの館へ。なんなの、均衡を取り戻すって。どういうオチなんこれって。みんな入る、いいよ。入っておいで。入ってくの。シュ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 。重たい。多すぎるやろ。よし、じゃあ、バラハの館へ帰ろう。はい、じゃあね、とりあえず、バラハラの館帰ってきました。これで何が起こるのか、見てみましょう。そうでしたか、だいたらあなたはこの私を目覚めさせるため努力してくださったんですね。あなたの恩は言葉で語りするくせるものではありません。お礼です。やった、グリーンオーブくれた。古代魔術の方へ。これは、なんだろう、服かな多分。コスプレ衣装だね、多分、誰かの。フーラちゃんだな、多分。三賢人は世界の均衡を堅牢なものとする。素晴らしい力がある。そしてここに天命の戦乙女も戻った。どうすんの、調整者 OD の手で容易に世界を闇に進むことはできない。さあバラハラの戦士たちよ、あるべきものはあるべきとこへ。今こそ世界の均衡を取り戻せ。あ、帰ってきた、なんか二人とも。ただいま帰還しましたって。ニブラヘブから戻ってくるのに手間取りましたよって。なんで生きてんだよ。なんで生きてんだよ。普通に配信つけって。トゥそりゃ持ってなかった三賢人。ハウ何かわいいケーキちゃん。できたぞ。この配置、全員揃って完璧にキュートなバランス。どの角度から見ても素晴らしい。これぞ、我らの世界の均衡。一人でも欠かすことのできる絶妙なバランス。やはり中央に天命の戦乙女がいらっしゃらないと決まりませんからな。ポーズしたいからが。そのめ三賢人が加わって、我らの世界の均衡も息とグレードが上がりやしたよ。で、これならば挑戦者 OD にとって、容易に我らの世界を滅ぼして。
うん、さあ我々は逃げも隠れもしません。オーディンよ。え、私フーラちゃん、挑戦者オーディン、え、私が、コンプリートされたし、確かに完璧な並びだけどね。神々支配者世界の銀行、散々引っ張り回されてこれか。私最初から一緒にいたじゃん、しれっと今さま自分の世界に浸っちゃって、もうやっぱ片付けちゃろう。うん、でこんな生意気なお人形なんていらない、微妙にムカつくし。あ、バカだ、やめろ、助けてくれ。最終戦争だ、大だな。我らの世界が闇に進まれた、おしよ、ね、しまわれただけや。可愛いけどプスゴンちゃんに返してあげよう。終わったよこれでクエスト。なんつう落ちだこれ。昔もやった気がするな、このドラクエ10のオンラインでもこのクエストで、ね、プスゴンちゃんがいましたわよってことで。フーラちゃん怒ってるで、ほんま。ほら、部屋の片隅に置かれちゃったよ、もう。はい。挑戦者オーディンはフーラちゃんでした。プスゴンちゃんとフーラちゃんの物語は終わり。ガイデンクエストでした。まあ、こんな感じかな、ガイデンクエスト。敵は結構やっぱクリア後の難易度だな。普通にちょっとね、だるい。だるい難易度してる。さあ、バルハラの英雄、ダイダラです。バルハラの英雄って。あのぬいぐるみどこ行ったんやろ、もういなくなっちゃった、もうしまわれたよ、ないないされて、ないない。みんなもものはちゃんと片付けましょうね。ね、領主様もう大丈夫ですか、これで。お前の部屋は騒がしいぞって、もうないないしたから大丈夫やで、ね、もうあるあるや、あるある。よし、ここが倉庫、ここに入れられたんかな、いねえな、どこにしまわれたんだろうね。そんな七不思議でした。はい、というわけで、じゃあ皆さん今回ここまでにしたいと思うんですけど、最後にフーラちゃんに服装だけ装備させたいと思うんですけど、見た目ってどうやって装備させるんだろう。さ、見た目装備変えちゃいましょうか。わーおー、フーラちゃんがなんか可愛くなっちゃったね。古代魔術の方位ってことで、古代の魔術師になれる方位をちょっとまとってもらいたいと思います。まあ、しばらくはじゃあこれで各キャラクター多分ね、各外伝クエストを攻略すると見た目装備もらえると思うので、それゲット目指しましょうか。はい、それでは皆さん今回ここまでにしましょう。チャンネル登録しない方、チャンネル登録や高評価よろしく。次回もまた何かのね、ガイデンクエストやっていきたいと思いますので、また見てくれよ。じゃあね、おつぽよ。